なぜエレコムさんとリュークさんが今回 YouTuber のリュークさんのデザイン監修のもと MNL というブランドのラインを立ち上げまして、結構僕が今まで使ってきたバックパックの、まあ、いいとこ取りというか、この機能いいなって思ったものをふんだんに詰め込んだ、ハーネスのところとか地面についちゃったりとか、ブラブラしちゃうんで、ここにガシッとアジャスターをつけて紐が収まってるってことですね、はい。結構このバックパックメインのギミックがいろんなガジェット周辺機器をこう上に保持しておける、上に保持しておくことで重さは変わらないんですけど軽く感じるような、最初からこれ一番やりたかった。あ、完璧ですねプレゼントとして2つご用意させていただいてます。コーディアチューブをご覧の皆様、毎度 TK です。よろしくお願いします。本日はコーディアを使った一押しのアイテムを徹底的に研究しながら分かりやすく皆様にお伝えするプロダクトレビュー編としまして、パソコン周辺機器メーカーで有名なエレコムより開発の赤松さんと、なんと今日はですね、特別ゲストでカバンレビューで有名なリュークさんに出演してきました。ありがとうございます。なんとも言えないこの3人で、そうですね、どういうつながりなのかなぜエレコムさんかっていうのね、パソコン周辺機器なんですけど、バッグですね、今日はちょっとこのお二人で特別に作り上げられたバッグを紹介するという動画で、ちょっと初めてです、こんな感じのスタジオ、これリュークさんの部屋に見せかけてのスタジオですからね、はい、家で撮ってるっていうところのシーンを今撮影してるっていうところ で、ね、はい、そこをお借りして、はい、今日はこのコーディラチューブでもそのバッグをちょっと存分に紹介するということで今日頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、それではですね、まずはじめに、なぜエレコムさんとリュークさんがこのコーディネーションに出ていただくのか、改めてね、その今回のバッグの開発の経緯みたいなのをちょっとご説明お願いします。はい、一応エレコムとしてはパソコン周辺機器のメーカーとして、まあ代表的なものでいうとマウスなどキーボードであったり展開しているんですけど、バッグも主力の商品で展開しておりまして、事務用品的なバッグがメインではあるんですけど、まあ今回あの YouTuber のリュークさんのデザイン監修のもと新しい MNL というブランドのラインを立ち上げまして、今回第1弾ということで、あのコーデュラの素材をそのバッグでもメインで使わせてもらっているので、お声掛けさせていただいて、こういう流れで動画を撮影するというところで、はいはい、だからエレコムさんとリュークさんもともとおつながりがあったんですか？そうですね、まあ、僕以前の会社で少しリュークさんとは接点があったんですけど、エレコムとしては初めてで、で、まあ、インスタの DM から直接連絡させていただいてっていうところで、やっぱりこうリュークさんってもういっぱいカバンレビュー、200個以上あのバッグをレビューされてて、いろんな知見やこういう蓄積がいっぱいあって、ここが足りないなとか、ここがもう少しこういう仕様であったらいいのになっていうのをやっぱりいっぱい持ってらっしゃるんで、まあ、僕らもバッグ専門にやってますけど、やっぱりそういうエンドユーザー目線の視点を持った方なので、そういった意見を製品にプロダクトに反映させたものを作っていきたいなというところで今回、企画が始まったというところです。でそれで出来上がったバッグっていうのが、ちょっと僕も見させてもらったんですけど、かなりいいです。ありがとうございます。かなりでもめっちゃシンプルなんです。そうです、ちょっとやっぱりこうミニマリストにっていうところで、はいはい、ちょっと次のシーンではリュークさん、さらにはそのバッグを紹介していきたいと思います。はい、そしてですね、やっと出てきました、今日紹介するバッグがこちらです。ここからはリュークさんと2人でこのバッグをレビューしていくんですが、ちょっとその前に僕も個人的にめちゃくちゃ興味津々にやっとお会いできて、いつも画面越しで見てましたけど、YouTube 自体はいつぐらいから始めたんですかね？そうです、大体3年ぐらい前からちょこちょこ上げてるっていう感じですね。結構ね、情報はすごい正確にしっかりやられてますけど、シュールにやられてますけど、今日はそんなリュークさんのキャラを壊していこうかなとこの笑顔のリュークさんもなかなかリュークさんのチャンネル見れないんじゃないですかそうですね、一人で笑ってるとちょっと怖いんでそうですね、でいろんなバッグを本当にずっとレビューされてますけど、実際リュークさんが共同開発みたいなバッグはこれ初めて？初めてです。こんなに早く作れると思わなかった。あ、なるほどな。妄想としては自分でもバックパック作ってみたいなっていうのはふわっとあったんですけど、まあ5年後ぐらいかなみたいに思ってたら、まさかの
メーカーからお声掛けいただいたっていう。あとやっぱりいろんなバッグを見ていく中で、そうですね、やっぱちょっとこんなんがあったらいいのになみたいな、というよりどちらかというとこう周りのインフルエンサーの方とか見てて、うん、バックパックとか結構作ってらっしゃるんでいいなって。あ、オリジナルのね、はい、そうですね、今 YouTuber の方がオリジナルの何か作るっていうのも結構ありますもんね。ありますね。僕も作ろうかな。いや、ぜひ作ってください。この T シャツ欲しいってよく言われます。欲しいんで。あ、そうか。コーディラーのコーディラーの T シャツ。ロゴ T 欲しいです。なんでめっちゃ喋ってしまいそうですけど忘れずに。あ、もちろん。メインがこちらです。はい、こちらです。かっこいいんですけど、この形がね、結構特徴的ですよね。はい、といろいろこだわりのポイントがあると思うんですけど、存分に説明お願いします。はい。はい、そうですね、今回は結構僕が今まで使ってきたバックパックの、まあ、いいとこ取りというか、うん、この機能いいなって思ったものをふんだんに詰め込んだ感じのバックパックになってます。まあ、とはいってもいっぱいこうゴテゴテ機能を詰め込みすぎてしまうと、うん、見た目がどんどん複雑になってしまって、うん、あんまりシンプルじゃなくなってしまうので、まあ、使っていてここはいらないなっていうところは積極的に排除していって、うん、まあ、このデザインになったっていう感じです。はい、まず本日はここの、そうですね。そうですね。ここフロントポケットを両側にこうちょっと隠した感じでジッパーがついていて、ここが全面ポケットになっています。で、ここが両面あるんですけど、はいはい、こう互い違いの構造でこういった感じで貫通してるわけじゃなくて、貫通してないです。はいはい、別々のスペースとして独立してます。はいはい、なので、まあ、結構広めですし、まあ、ここに街もかなりあるので、うん、なんか。ちっちゃいタブレットだったり長財布だったり、うん、まあ、サングラスだったりいろんなものを収納できるかなっていう感じです。そうですよね。でこれがなんかこう形がすごい立体的になってますよね。はい、うん、これも最初は結構四角いシルエットで作ったりしてたんですけど、やっぱり四角いながらもこう角を削ったようなデザインの方が、うん、まあ、カジュアルでもスーツスタイルとかでも両方使いやすいかなっていうので、うん、なるべくこう四角の中に流線をこう、うん、含めたようなデザインにしてもらいました。なるほど。そしてですね、いろいろありますね。はい、こちらです。そうですね、このハーネスのところとか、うん、今回結構独自というか、うんうん、僕が結構他のメーカーさんの買って自分でここにつけたりしてちょっと改造してるやつを今回反映したみたいな感じです。ピロピロになる。そうです、地面についちゃったりとか、ね、はいはいはい、ブラブラしちゃうんで、ここにガシッとこと同じようなアジャスターをつけてグッとまとめてるっていう感じですね。紐が収まってるってことですね。はい、あとはまあこう結構長さ調整するシチュエーションもあると思うんですけど、うん、はいはい、このまあギュッと詰めた状態の長さは結構みんな、うん、あの統一されてると思うんですけど、こう逆に緩めた時の長さって、うん、はい、こうどこまででも緩くなっちゃうっていうのは僕は嫌だったので、はいはい、その緩めた時の長さも固定したいっていうので今回ここにギュッと。なるほどね、これをすることによって余分にビヨーンと伸びることはないんですね。はいはい、この2つの長さを行き来しやすいようにここにもアジャスターをつけました。なるほど、やっぱり使っていく中でのリュークさんのアイデアですね。そうですね、ちょっといろいろ自分で YKK のアジャスター買ったりとかして改造してたのを、はいはい、これはどうしても入れてくださいっていうので今回やっておりましたね。すごい、これはいいですよ、使い勝手がこうピュッと。ちょっとコツがいるんですけど、はいはい、慣れるともうめちゃめちゃやみつきになるんで、はいはい、おすすめです。なるほど。そしてですね、ポケット類も、まあ、このポケットにもちょっと隠し要素があって、うん、ここにあ、はいはい、鍵なんかをつけられるカラビナみたいな紐がついてるんですけど、まあ、結構ここに縫い付けられてるバックパックってよくあると思うんですけど、うん、ここに縫い付けられてなくて取れるようになってます。はいはいはい、結んでる感じで。そうですね、はいはい、こう端っこが輪っかになってるんで、うん、こういった感じでスルスルと取ることができて、はいはい、でここの受けの方が紐がついてます、はいはい、でここの紐がこことこことこっちの3箇所にくっついてるんで、うん、まあ、好きなところに紐をつけたり、はいはい、鍵とかパスケースとかつけていただいたりとか、はいはい、あとまあここに紐あるんで、ここになんか逆にこう自分が好きなキーリールだったり、うん、カラビナ、キーフックみたいなのをここにカチャンってつけて、まあ、使っていただいたりもできるかなっていう感じですね。この紐が3箇所ですか、はい、あるっていうことで使いますよね。つけること自体は多分そんな難しくないんですけど、はい、アイデアがありそうでなくて、はい、うんうん、やっぱりリュウクさんがいろいろ見てる中にちょっとこういうのがあったらなっていうのが入ってますね。
いくらでもあるんですけど。どんどん調べてください、はい、これがメインですから説明がちょっと、はいはい、ちょっとお付き合いください、はい、このボトルポケットなんですけど、僕結構折りたたみ傘を濡れた状態でここに突っ込みたいっていう人間なんですけど、よくあるボトルポケット、ここがまあ完全に締め切られてるんで、中にこう水がどんどん溜まっていってしまって、で縫い目の部分から中のスペースに浸水してしまうみたいな、そういう心配結構あって、あんまりそのボトルポケットに濡れたやつを突っ込めなかったんですが、まあよくある仕様ではあるんですけど、ここに実は水抜けみたいな水抜き穴がありまして、よこんな感じでちっちゃいんですけど、はいはい、まあ、こういうところもやってくださいって細かくいろいろ要望をさせていただいて作ったりとか。なるほど、はい、そうですね、こうバサッと入れたいですね、はい、でここは防水性のある、そうですね、はい、抗菌性のある素材なので、はい、まあ、濡れたものを入れたまんまでもそんなに、はい、衛生的にも心配ないかなっていう感じですね。まだ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 ありますこのハーネスのところは最初はもうちょっとこう目の粗い素材を使ってたんですけど、背中に当たる部分ですね、背中に当たる部分ですね、はい、まあ、このハーネスのところも全部同じ素材なんですけど、ここは服装をやっぱり選ばずにいろんなシーンで使っていただきたいっていうのがあったので、なるべくツルツルの素材を使うようにしてます。やっぱりこう目が粗いと、例えばニットを着てる時に行く背負うと、はい、毛玉になってしまったりとか、スーツ姿で背負う方も最近結構多いので、スーツだとやっぱりそもそもスーツとリュックとあんま相性が良くないので、なるべく摩擦が少ないものを採用したりしてます。なるほど。ここね、通気性良くするためとかいろいろでそのダブルラッセルとか多いんですけど、ここはあえてちょっとスルッとしながら、はい、でもニットですね、これトリコットですね、はい、そうですね、はい、伸縮性のある素材 で、 そうですね、ちょっとスムーズなタッチですよね、はい、ここ真ん中かなり開けていて、ここも何回かテストして割と厚手のものを使わせてもらってるんで、まあ、通気性もある程度確保されているんで、そこまで背中が厚くなるってこともないかなと思います。かなりクッション性高いです、はいはい、でもちろんこっち、はい、ラゲージパススルーでスーツケースにこのように引っ掛けることもできますし、まあ、こっちにもなんか似たようなのがあるんですけど、これはハンドルですね。ハンドルがこのバックパック3つ、こことここと上とあって、まあ、ここはなんかブリーフケーススタイルっていうよりはどっちかっていうと、こうカバン自体を取り回す際に、まあ、上だけじゃなくて横にもあった方が取り回しやすい。結構 PC とか入れてガジェットとか入れると重たくなってくるので、ここだけだともう結構手が疲れてしまったり、こう揺られるんで重いんですけど、こういうところを持っていることによって、こうなんか車に出し入れしたりとか、いろんなシーンで使いやすいかな、何なりとあったら便利というですね、はい、あと上にもありました、はいはい、これよくあるやつなんですけど、トップポケット、はい、ちょっとこうフリース素材っぽい感じ の、はい、繊細なものでも入れてしまっても大丈夫なようにしてます。この辺のここのポケットもですね、そうです、はい、もちろんここもいりますよね一応、はい、この長さとかも何回も直してもらったりしたんですけど、一応iPhone の一番大きいモデルとかもすっぽり入るぐらい長さにしたりしてて、ここも街を作ってもらってやって、こうビターっとしてると、こうなんかイヤホンとかワイヤレスイヤホンとか入れた時にボコって出てしまって、シルエットが汚くなってしまうので、ちょっとここもゆとりを持たせた構造にしてもらってます。前にこうやって持ってきたりすると、こう一番アクセスしやすい場所だったりするんで、このポケットも結構いろんなブランドを見る中で、あ、いいなって思ったのを採用したって感じです。重要っすよね中もありますね、中もあります。中も行きましょう、このまま行きますか、はい、じゃメインスペースから、はい、行ってみましょう。バカッと、これがまあ特徴的なクラムシェルオープンとかって呼ばれる、このバカッと開くのいいですよね、はい、結構こうデイパックとかだと、こう上半分が開く、こうハーフジップみたいなタイプも多いんですけど、僕は割とこういう大きく開いて、こう中のものが一目で分かる、なんかスーツケースっぽいスタイルのものが好きだったので、まあこういうスタイルを採用してます。この置いてパッキングしやすいですね、はい、結構パッキングしててこっちの方が楽しい、その楽しさをちょっとみんなに分かってほしいなっていうのがあったりしますね。ポケットもいっぱい、もちろんこっち、はい、こっちのフロントの部分にもメッシュポケットが、うん、まあ、このポケットとかよくあると思うんですけど、うん、まあ、アクセスしやすくて
あの小物を収納しておけるポケット でこの下の段が、1個のポケットなんですけど両サイドに2個ついてて、まあ、ここは貫通してます、はい、これなんでこっち向きにしたかっていうとこうバックパックをアクセスするときって、まあ、大体こっちかこっちかこっちこの上か左右のどっかからアクセスすると思うんですけど、はいまあ、そこに一番近い位置にジッパーを配置してるっていう感じです、うん、なんでこうやって横開けしたときもここから中のものを取り出しやすかったり方向でね、はい、っていうのを意識してちょっとこっちとこっち両方からアクセスできるようにジッパーを配置してます。続いて奥側結構なんかごちゃごちゃしてるんですけど、まあ、両側にちょっとこうゴムの入ったポケットがあるんで、はいまあ、なんか折りたたみ傘だったりモバイルバッテリーだったりここに収納していただいたりとか、 なんか縦長のものだったり、うんまあ、なんか小物をこうやってペン立てみたいに収納したい人はここに入れていただいたり、うんうん、あとはこういうところ結構ここも言いますよね、拡張性があって、はい、拡張性があるんで薄いものもいいですし、まあ、なんか分厚めの文庫本だったりあとは衣類なんかもここにギュッてすることで他のスペースに、うん、あの侵食しないように収納できるかなと思います。で実はこの上がさらにフリース素材のポケットになっていて、はいはいはい、ここはタブレットだったり、まあ、ちっちゃな PC だったりを収納できるポケットになっているので、はいはいまあ、1段2段っていう感じの構成になってます。こんだけポケットも珍しいです。もちろんパソコンはねこっちありますからこっち PC ポケットあるんですが、はい、メインのスペースにも一応タブレットだったりこういう、はいまあ、薄型のガジェットを収納できるようにしてます。なるほど。そしてパソコンの先ほどおっしゃったみたいなところですね、はい、ここはメインで、はい、次この背面のところですね、はいはい、ここがここからここまで開く感じになってて、こういった感じで開くようになっています。出てきました。コーディナッツネーム、まあ、エレコムさんのロゴと、はい、これイミグラムの、まあはい、イミグラムの、はい、ロゴでここでは、まあ、まさにさっき並んだ3人の、はい、あの状態がそうですねここに隠されてます、はい、これコーディラのレコーというタイプでですね、あの、まあ、コーディラの中でもちょっと特殊でリサイクルマテリアルを使ったコーディラです。ですから、まあ、強度も保ちながらもですね責任あったものづくりということで環境に配慮された素材のこちらのコーディラのポリエステルのタイプですね、はい、でリップストップなのでまさにめちゃくちゃ強いです。そうですね、結構こういう最近リップストップ系の見た目のバックパックは結構軽くて丈夫で、うん、なんかすごい僕の中でも結構いい素材だなって思って。そうですね、フラなんかちょっとフラット目とか、まあ、バリスティック多いですけど、はい、ちょっとリップも改めてなんか新鮮ですよね。そうですね、でリップと言いながらもミリタリーのゴリゴリじゃなくてちょっとマイクロリップみたいな。そうですね、はい、結構近くで見るとこう格子が見えるんですけど、うん、遠目から見ると結構マットな感じでシンプルに見えるかなって思います、はい、やっと素材を話すことができましたけど、はい、まあ、もちろんこれでパソコンも、はい、ちょっと特徴的ですよね。そうですね、はい、クリアファイルをイメージして、はい、この2辺から取り出せるようにしてて、まあ、これは上からもちろんアクセスできるようにしてるのと、横からこう全部開かなくてもこう横の状態でも PC を出し入れできるようにこういうクリアファイルっぽい構造を採用してます。でもちろんフリー素材なんで、まあ、裸で収納してしまっても大丈夫です。なのめちゃくちゃ柔らかいですね。そうですね、はい、でこっちも、はい、こっち反対側にも実はいろいろありまして、はいはいはい、ここはまあメッシュポケットが2つあるんで、まあ、なんかケーブルだったりあのモバイルバッテリーだったり、まあ、PC で一緒に使うガジェットなんかをここに収納していただけるといいかな。メモ帳だったりここに収納していただいて、あとここに実はペンスロットが両端に2本あるんで、まあ、なんかペンと紙をここに収納して、うん、しておけばこうさっとメモ取れたりなんかすると思います。でですね、結構このバックパックメインのはいはいはいギミック、はあはいはい、あさっきのあここも開くってこと、はい、はい、ここがちょっと名前はないんですけど、はい、なんかテックポケットだったりなんかいろんなガジェット周辺機器をこう上に保持しておけるスペースになってます。まあ、モバイルバッテリーの充電器だったりあとマウスとかマウスです、ね、はい、結構大きめのマウスとかトラックボールとか結構今使う人多いと思うんですが、うん、まあ、そういうものでもこうかなり深さがあるポケットなので、うんうん、そうですよね、すっぽりかなりスペースある。だからこっちはこっちであるんですけど、はい、
さらにあると、あ、これはそうですか。ここと別の部屋になってるので、はい、ですね、このメインのとこ見ると分かるんですけど、はい、ここと袋が別々の部屋になってます。でここ結構膨らむので、まあ、ガジェットポーチそのまますっぽり入れてしまったりもできますし、まあ、さっき言ったみたいなマウスだったりいろんな機器をここに収納しておける。さらにまあ結構 PC の周辺機器って重いじゃないですか。で重いものってこう下に溜まりがち で、うん、はい、で下に重いものがあると結構リュックってこう振り子の原理で重く感じてしまうので、うん、まあ、そういうものをこう上に保持しておくことでこう重さは変わらないんですけど軽く感じるような工夫がなされています。なるほど。なここにいっぱいエレコム製のパソコン周辺機器が入るわけですね。いくらでも、いくらでも。でこう使わないときは、うん、あの柔らかい素材なんでペタッて潰れるので、はい、ここにまあ大きいメイン機質として使っていただいてもいいですし、はい、まあ、なんかキーボードなんかここに収納するときもそんな邪魔しないと。ここに来て結構一番の特徴が最後に来ましたね、はい、最初からこれ一番やりたかったところですね。初めてです。僕もここにこういう小部屋があってっていうのは、ここにまあポケットがあるバックパックは結構あるんですけど、うん、こういう大きなスペースがあるものってあんまりなくて、うん、これちょっとやってみたいなっていうのチャレンジでしたね。なるほど、はい、何回もやり直しとかやっぱありました。そうですね、うん、今までで合計4つぐらいサンプルを作っていただいて、うん、でそれを実際僕が使ってみて、でまあ、何週間か使う中で不満な点とか、うん、もっとこうしたいっていうところをフィードバックして、でもう一回デザインをこうして、でもう一回サンプルを作ってもらってっていうのを繰り返して、で最終的にこれになった、出来上がったということ。完璧ですね本当にこだわりが満載で、ギミックすごいありながらもちょっとあんまりコーデラチューブではしっかり値段とか言ってないんですけど、はい、結構いいお値段で収まってるっていうのも僕もちょっと驚きました。そうですね、一つのポイントですよね、はいはい、ここも結構今回あの重要なポイントとしてお願いしたところではあるんですけど、やっぱりこういいバックパックをもっといろんな人に使ってほしいっていう思いがあるので、なるべく手に取りやすい価格でっていうので今回こういう値段を設定してもらいました。素晴らしいです。リュークさんのアイデアもですけど、ちょっとエレコムさんの努力も、いやもう本当にバックで、僕もびっくりしました。値段を聞いた時はすごい、これ売れますよいや、まあ、ちょっと僕ちょっと背負ってみたいと思います。次のシーンで、はい、しっかりねレビューありました。はい、ありがとうございました。はい、そしてですね、背負ってみました。いい感じ、ちょっとフィット感がいいですね。いい感じ、ちょうどいい感じのシンプルな感じでしょ。そうですね、ね、コーデュラティーとめっちゃ合ってますか。白ですね、そのために白ティー着てました黒警察多いので、まあ、リュークさんもグレーの、はい、いい感じで T シャツ、まあどっちも今日 T シャツスタイルですけど、結構シャツスタイルでも合うように。そうですよね、ミニマルに、はいはい、シンプルなデザインにしました。ちょっと先もう一個ギミックのは言わせないと、エアタグついてるんですよ ね、はい、エアタグポケットは、メインスペース の MNL のタグのところにポケットがついてるんで、紛失防止タグを入れて、まあ、トラッキングしたい人は、はい、まあ、それを活用していただければなと思います。さっきちょっと言い忘れちゃいました。なるほど、ちょっとついてます。でこうやってパッとなって普通にこう、はい、仕事でパッといきますし、はい、このやっぱここにあるのはいいですね。そうですね、両方にあるのはこう結構取り回しやすいなっていうのが、はい、重いものを結構皆さん持ち歩くの で、こう腕が疲れちゃうとどんどん、うん、カバンもダメージが大きくなってしまうので、はいはい、横のアクセスが結構多いので、はいはい、こういう状態で、うん、いろんなものを取り出せるように設計されてます、まあ、PC なんかもここからこうやって横からアクセスできるんで、まあ、まあこのまんまこうやってスーツケースにガッと入れていただければ旅行にも最適なバックパックとして、そうですね、はい、出張もらえると嬉しいですね。素晴らしい、ありがとうございます、はい、背負ってみました。はい、本日はこちら都内の某スタジオにてリュウキさんの部屋にてエレコムの赤松さんと YouTuber のリュウキさんと一緒にこのスペシャルなバッグを紹介することができました。ありがとうございます。めっちゃリュークさんに語ってもらいましたよ、赤松さん、はい、なんか僕言うことないくらいもう本当にそうめっちゃ時間かかりましたけど、はい、すごいそれだけあのこだわり詰まったものなんでいいものに仕上がってると思います。素晴らしい。そして最後にちょっと素敵なお知らせあるんですよね、はい、そうですね、はい、プレゼントとして2つご用意させていただいてますので、詳細の方は
そうですね、はい、詳細につきましてはコーデュラのインスタグラムの方で告知してますので、そちらをぜひチェックしてください。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。よくさんもありがとうございました。お会いできてよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは皆様また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。